個人的にキャベツの一番好きな食べ方がこちらです。まずは食材のカットから。ニンニクを2かけ。半割りにしたら芯を取り除いて、そのついでに皮も取り除いていきます。次は首の皮1枚を残して、縦方向に細かく切り込みを入れていきます。全員に細かい切れ込みを入れておきましょう。切り終えたら次は向きを変えて横方向に2、3箇所切り込みを入れていきます。あとは端から端までぶったたいてみじん切りを作成。細かく刻めば刻むほどニンニクの香りが強く出ます。私は毎週偶然予定がないので細かく刻んでおりますが、お好みの大きさに切り進めていきましょう。リア充の方は大きめにしておくか、そもそも違うメニューへの変更も視野に入れておいてください。次はニンニクの芽。細かいことは考えずに、とにかくザックザクと切り進めていきます。絶対明日臭いっすね。すいません。次はキャベツ。今回は2分の1カット購入。水圧を利用して一番外側だけを外します。あとはもうザックザク。内側の葉っぱは別に洗わなくても問題ないらしいです。豆板醤と甜麺醤、今回はどちらも仲良く 10g ずつ用意しておきました。フライパンを火にかけたら米油を投入。煙が上がってきたところへ豚ひき肉。フライパンの底面にしっかりと接触させて、香ばしい焼き色をまとわせていきましょう。気が済んだら火力を落として、砂糖、豆板醤、甜麺醤、先ほど刻んでおいたニンニクを1かけ分投入。さらにここからしっかりと炒め、発酵調味料たちの持ち味を引き出していきます。一体化したところへ粉唐辛子を投入。辛味、香り、色をもう一段階引き上げます。出来上がったら台所のどこかで一旦待っておいてもらいましょう。鍋をちゃっちゃか洗って火にかけて水気を取り除きます。ちっちゃいボウルの中へ卵を割り入れます。今回は2つ使用。大方の予想通り攪拌します。フライパンに油を注ぎ込んで加熱。温度が上がったところへ卵を一気に投入。一生懸命こねくり回して全体的に固まったらもう火を止めます。最後にまとめて炒めるので、ここでは半熟で OK。 鍋はまたもやちゃっちゃかちゃっちゃか洗っておきましょう。三度油を加熱したら最後にキャベツ。硬そうな芯に近い部分から先に入れていきましょう。多いな。全く見えないけど塩を振っているところですよ。あまり動かさずにキャベツに焼き色をまとわせていきます。気が済んだら柔らかい葉っぱの部分、そういえば切っておいたニンニクの芽とニンニク、そこへもう一度塩、油も少量追加しておきました。あとはとにかくガッチャガチャに。ひき肉と卵を戻し入れたら、あとはなるべく鍋から具材が飛び出してしまわないように細心の注意を払いつつも大胆に仕上げていきましょう。はい、できた。あとはお皿の上にぶちまけます。太閤ごま油を回しかけ、ブラックペッパーで食欲を引き立てます。ごまで食感を、
ネギで色味を加えたら完成。こんなもんでしょうか。食材費は安いけど、ご飯とお酒が止まらなくなるため、エンゲル係数は上昇する確率が高いです。怖い。これならご飯いくらでもいけるわ。やっぱりお茶碗2杯ぐらいいけるわ。今日は頑張ったので、ハイボールのご褒美。